最初はですね、この壁がなくてですね、ここもなかったんですね。柱だけあるような感じだったんですけど、どっちかというとね、玄関前のピロティみたいな感じで、お店じゃない時も近所の人が来て中まで入ることなくここでお茶飲んだりとか簡単にランチしたりってしてたので、そのままの流れでお店になった感じですかね。そうですね、あの表札もありますしポストもあるので。トイレはご新規さんは間違えてよく左側の自宅の方入っていっちゃいますね。あとリビングで寝転がってるおじいちゃんおばあちゃんが誰みたいなしょっちゅうありますよ、まあ家の人はここを 通らないと出入りができないっていうことですかね。だから小学校だった子供たちが今は大きくなりましたけど、ランドセル背負って酔っ払いの間を毎日通って帰るみたいなで毎日声かけられながら通るみたいな感じでした、そんな子も今はね一緒にお店手伝うようになって、楽しくやってます。はい、